送りつけられた謎の脅迫状、そして爆弾？地下鉄爆破事件と雪国で起こった悲劇との関連は。鍵を握るのは8年間眠り続けた一人の少年。なんだろう、前にこの光。ダメだ、思い出せない。残された時間はラスト15分。奇跡なんて起こせっこないわ。雪に閉ざされた巨大ダムで繰り広げられるサバイバルミステリー。あいつ何をする気だ。危ない。生きてたらまた会えるぜ。15周年記念作品、劇場版名探偵コナン沈黙のクォーター。